南イリノイ大学カーボンデール校は、アメリカ合衆国イリノイ州カーボンデール市に位置していて、南イリノイ大学システムのためのフラッグシップキャンパスである。フェイナーホール、イリノイ州の大都市シカゴの南方約500キロメートル、同州とミズーリ州にまたがるセントルイスの南東約150キロメートルに位置する人口3万5000人の小都市、カーボンデール市にある州立の総合大学。 1869年に12学部を持つ大学、イリノイノーマル、ユニバーシティとして設立された。4.6平方キロメートルの広大なキャンパスに、ビジネス、教育、コンピュータサイエンス、ジャーナリズム、映像写真、音楽、農業、医学、法律、外国語、美術、歴史、 航空宇宙学部など175の学部、学科を要する。それらの学部のために、キャンパス内に、牧場や空港がある。シークが1970年に設立した医学部は、スプリングフィールドに立地する。なお、5年間の医学コースワークは、カーボンデールのキャンパスで行っている。付属病院である。 メモリアルメディカルセンターとストリート、ジョンズホスピタルは州都スプリングフィールドにあり、イリノイ州の中心的な医療センターとして利用されている。多数の学部と学科を要する総合大学であることから、日本や大韓民国、マレーシアなどのアジア諸国や、フランスやスペイン、ロシアなどのヨーロッパ諸国、南アメリカ諸国やアフリカ諸国をはじめとして、 70カ国以上の国からの留学生を迎えている。またこれらの留学生を主なターゲットとした日本料理や中華料理、韓国料理など様々な国のレストランが市内に点在する。近年では全米大学バスケットボールやフットボールの競合校として有名である。校内から5マイルほどの距離にあるサザン入りの異空港に航空学部がある。なお、同空港からは過去に シカゴのオヘア国際空港や州都のスプリングフィールドなどへの定期便が就航していたが現在は旅客ターミナルは取り壊された。ありがとうございます。